申請してくれましたよね。あ、はい。久しぶりですね。あ、お久しぶりです。え、覚えてますか？うん、イベントで一緒に。あ、そうです、そうです、そうです。写真も残ってます。はい、あの時はありがとうございました。いえ、こちらです。それでですね、あの、いきなりなんですけど、はい、あの、お付き合いしていただきたいなと思って。え？お付き合い。どういうこと？いや、瓜田選手の息子になりたいなと思って。それで付き合うんですか？それはちょっと無理です、そんな。それはちょっと嫌ですよ。有名になりたいなって。有名じゃないですか、もう。マンスリー1位ばっか取ってて。そういうふわっちとかじゃなくて、はい、もうさらにその上の段階に行きたいんですよ。ブレイキングダウン応募しないんですか？え、あの、娘さんの力借りて。私全然力ないですよ。お父さんに言ってね、はい、なんかできないですか？一人ちょっと。ふわっち出れないですもんね、やっぱ入れ墨入ってるんで。ふわっちできたらなんか、うん、そのイベントとかあればね、例えば、うん、なんか格闘技のイベントやってましたよね。あ、はい。でもそこが出れないですからね。出れない。逆に何かに出させてもらうことできないですか？レイヤさんの力で。まあ、例えば私の YouTube にゼロワンさんが出てもらって。あ、YouTube やってるんですか？そうですね。で、ドッキリを仕掛けるとかならまだあるけど。うーそう。でも、お父さんって優しい、怖いでしょ？怖くないです。あの、誠司さんとかよく会うらしいですよ。だから誠司さんに聞けばわかると思うけど。ステージがよく合う？はい、道で。道で？新宿で。今度会わせてください。ファンなんで。絶対ですよ。え？あ、ポンポンありがとうございます。ちょっとゼロワンさん、ポンポン言ってもらってもいいですか？いっぱい出てて。ポンポンを、ポンポンレイヤちゃんに流してください。ありがとうございます。ポンポンレイヤちゃんに。ゼロワンさんからありがとうございます、本当に。ブレイキングダウン。レイヤちゃん、ブレイキングダウン出たい。え、Q 受けてみたらどうですか？ありがとうございます、ゼロワンさんから。皆さん。自分でやっぱ応募しないとダメ？あ、無理ですね。あ、娘さんのコネで出れない。あ、もう全然無理ですよ。全然無理なんだ。しっかりしてるんだ。ありがとうございます、ゼロワンさんから。めっちゃ来てくださいます、ゼロワンさん。ありがとうございます、本当に。リスナーさんもありがとうございます。すごい。じゃあちょっと話まとめるけど、付き合ってほしい。え、なんかもっと知り合ってからじゃないですか、普通って。うん、いやもうそういうのは直感で決めるタイプだから俺。直感で決めるってマジでいいことないですよ。いやでもね。え、しかもゼロワンさんってあれですよね、有名になりたいんですよね。それで有名になりたくてっていうか、だからあのお父さんの息子になりたいって。でも付き合ったらちゃんと、はい、ちゃんとするよ、うん。でもチャラくないですか、ゼロワンさん。いや、チャラくないですよ、僕は。一途ですよ。しかもゼロワンさんってガチ恋さん多くないですか？ちょっと殺されそうです、私。いや、ガチ恋はいないです。あ、じゃあ、うん、今度デートしましょうよ。お、それからのあれじゃないですか。だって前田さん何もないのに。はい、じゃあポンポンありがとうございます。連絡先ってしてましたっけ？ツイッターフォローしてたと思いますけど。じゃあ僕 DM してします。はい、それあったら僕忘れてたらしてください。はい、ありがとうね、レイヤ。ありがとうございます、本当に。リアちゃん何歳なの？23です。あ、何歳ですか、ちなみに。36なんすよ。あ、でも全然年の差なんて関係ないですからね。いや、もし何かあって何か娘に会ったらもう殺されちゃうじゃん俺。なんかそれめっちゃ言われるけど、そんなことないですよ全然。今まで彼氏紹介したことある？あります。でもあの悪いことやってたらめっちゃすごい一回怒られたことありますけど、
それ以外は別に関与してこないですね、恋愛系とか。だから好きにやってみたいな。あ、そうなの。感じなんで大丈夫です。ちなみにレイヤちゃんって一人娘？いや、お兄ちゃんがいます。お兄ちゃんいるんだ。お兄ちゃんはテレビとか出てないの？テレビとかそういう。 YouTube とかやってますね。 YouTube 出てるんだ。やってます。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。イベント頑張ってね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうなの？いい子ちゃん。なんか画質バグってない？画質気のせい？ん？画質バグってない？いつもバグる？あ、治った。出入りすると治るね。よー、じゃあデート配信か。レイヤちゃん、ウリタさんの娘とデート配信ってすごくない？うんね、これマジで展開ない？うん、もし付き合おうもんならお父さんだよ。うんうんね。でお父さんにね、顔面に絆創膏とか包帯巻いてもらって出演してもらえるよ。うん、包帯、入れ墨入ってるでしょ顔に全部。うん、まあ、ミイラみたいな感じで。うん、でギャラはまあ2万ぐらいでいいんじゃないの？安いかな、ウリタさんに。うん、ウリタさん優しいのかな。ちなみに元反社なんでね、もう本当に冗談は言えないですよ。でイケちゃんと一緒でないからね、あの小指が。うん、知ってる？うん、で新宿でまあブイブイ言わしてたと。うん、で悪いことは何でもした人だよね。うん、でそこからどん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 朝倉未来にたどり着いていくと。まあでもちょっと年齢的にきついかな。36だよね。だレイラちゃんがまあ23だから28ぐらいならね、まだね、ぐいぐいいけたかもしれないけども、落ち着く年だからね、俺ぶっちゃけね。レイラちゃん脈あり、次誰告ろう。でリンは付き合える。じゃがいもちゃんどうせ振られるわな。うん、まあでもじゃがいもちゃんもまあ付き合えるわな。誰でも付き合えそう。うん、付き合えない女いなさそう、ここに。うん、いや、うさこちゃん、うさこちゃん、レイヤちゃん、レイヤちゃんでしょ。うん、バン中村ね。じゃがもちゃんって可愛いか、まあ、可愛いんじゃないの、どうなの。ふわっちじゃあ可愛い方でしょ普通に。もんちゃんは、まあ、もんちゃんはね、まあ、配信のキャリアもあるしね。うん、で見た目もね、でアバズレじゃないでしょ、そこはいいってんじゃない。ヴィーナスってこう色気半端ない、そうなの。うん、まあ、ヤニマン系はちょっとね。誰にコラボ申請するの。でも、もんちゃんは別に嫌われてないよ、俺。普通に。普通だよ。うん、普通に、
なんか匿名で無料投げてもああありがとうございますって感じで普通だよ。ああみなみちゃんね、みなみちゃんはね断られたね、うん、この子かわいいね、萌実バニーコス顔だし、もう女ばっか追っかけてるわ、キモいな。お腹すいたわ、お腹腹減ったな。料理のコーナー行く？もういい？風船見て。何？風船見て。何？風船来た。何？ちなみに足立区のすーちゃんさ、どっちなの？足立区の西新井本町ですよ。あのさっきのミリアさんのね、22歳の子ね。合います？合います？ちょっと、うん、で、本当に取られちゃうよ、申し訳ないけど売れっ子なんで。で、うちのリスナーもいちいち言わないけどみんな俺と付き合いたいと思ってるので、ふわっちの女配信者もみんな俺と付き合いたいと思ってるんだよ。あの恐れ多いから言わないだけで、うん、売り切れちゃうよ、残念だけど、うん、いや無理とかじゃないから、強がらなくていいから、うん、いや鏡見てとかその見た目の問題じゃないよね。やっぱりマンスリー4ヶ月連続1位は強いよ、うん、もう絶対的な力でしょ。見た目も大事だけど最低限の見た目は俺あるから、身長も高いし、うん、全然問題ないですよ。モラハラなんて配信中ネタでやるだけだよ、うん、やらしいよ俺は、うん、いや、不健も出てないよ、グミちゃんのタイトルがやばい、なんかネタないか、グミちゃんのタイトル、うん、グミちゃん、グミちゃん、グミちゃん、いやー眠いな、グミちゃんが見つけれないわ、殺害予告されました、うん、アリオ近いんですね、うん、で、会いたいの？それですごい言ってくるけど、いや、風船の子に聞いてるんで、家が近いから、うん、多分このまま行くとウイタの娘と付き合っちゃうね、俺。みんな申し訳ないけど、申し訳ないっていうかもう展開的には、うん、そう思う、
向こうがいやいや落ちるよ、うん、多分お父さんと同じオーラを放ってると思う俺って。行きたいんですけど今行ける状況じゃないので時間を作ってお会いできたらなと思うのですが、私の勝手な行動なのでごめんなさい。マジか。じゃあね、まあ個人的な話だね、あとは。うん。もう配信中の話じゃないね。うん。個人的な話だね。うん、まあリスナーがちょっと展開作れないわ。うん。車は持ってるので時間があれば。ああね。うん。配信外がいいんだね。22歳でしょ。もう困ったもんだわ、うん、配信出れないやつ嫌だから俺は個人的にねすればいいじゃん。まあでも今月は忙しいからな。いやーもう本当に眠たくなってる。みんなもう止めて、もう体力の限界来てる。もうどんどん配信の質が下がる、うん、マッサージしてもらいましょう。誰に？この風船アピール何なの？誰なの？マッサージしてよじゃあ、うん、寝ないよ、うん、寝ようかなみんな。2700もいかないわ、うん、もう勝てない、もう諦めた。養分とか俺も必死だよ。なんか譲るとかいうもんじゃないからね、ナイスもマンスリーも勘違いしてるけど、リスワンも、うん、そもそもが、うん、寝て元気な姿ね、ちょっとすっきりした、うん、違う、養分は2ヶ月連続取ってるから止めたいんだよこの流れを。で俺を止めれるのは自分しかいないと思ってるので、俺もナイスは、まあ、パルか養分しか止めれないと思ってる、うん、まあマンスリーはね余裕だけどね、イベントとかはね、養分にナイス負けてるようじゃ無理。え、何？養分ってナイス強いじゃん昔から。なんで？その養分さん舐めてるの？うん。ずっと強いでしょ。うん、いやなんか閲覧も多いじゃん。着いたな。ちょっと冷蔵庫見よう。いやーもう眠い。いや断食中止かはちょっと。たくさん買ってたじゃん。まあ15,000円ぐらい買った。25,000円だっけ？いくら使ったんだっけマリオ。ただねバランスが悪くてもう肉が全くないんだよ。肉が全くないんだって。野菜ばっか残っちゃったの。
野菜ばっかりだよ。ほら野菜ばっか残って肉が全くないんだよ。2万2千円でも肉全部食べちゃったんだぜ、1日で。ほぼどうするの。卵はあるけど肉ではあるね。サバ缶とか言ってで、ホットサンドもハムもないしね、作れないよね。ホットサンドちょっと作ってみたいな、作ったことないからね。でチーズはあるでしょ、チーズある。でチーズと明太子でなんとかなる。ホットサンドってハムがないんですよね。でソーセージもない。で明太子はある。明太子しかないな。あと納豆とか、うん、卵はあるよ。でレタスはホットサンドだよ。ハムだけ届けます？嘘でしょ。じゃあ作ってよ。会えるなら会えるじゃん。いやもうレイヤちゃんやめてあげるよ、コラボ。嫉妬したんでしょ。うん、いやおいでよ。うん、いや会いたかったんでしょ。何不敬やばいって、誇りだよこれ。不敬じゃねえわ。あの22歳来るのにやめて、そういう印象操作。うん、2日風呂入ったばっかりだからやめてよ。もうちょっとリスナー嫌がらせやめてよ、ほんと。ナイス、増えてきた。22歳来るんでお願いします。フケサンドちょっとやめてね。でどれぐらいで来るの、うん、フケじゃないって、風呂入ったばっかりなのに。疲れた。何時も12時じゃん、うん、作る時間が。でちょっと作るの見届けてよ、うん、せめて配信映らなくていいから。届けるだけじゃなくてちょっとお邪魔してよ。そっちの部屋行っていいから。うん、T シャツ欲しい？じゃあ、うん、俺が着てるやつ。お部屋はちょっと、うん、じゃあ外でちょっともらうわ。じゃあ部屋ぐらい入ってけばいいのに。だから早く来るなら来てくださいよ。おちょくってないで。うん。ね。何分ぐらいですか？うん。だから懲りないよなってハム届けてもらうのが何がいけないの？やばくない？何を俺がするとでも思ってるの、うん、反省ないねって。ハム届けてもらうのが何がいけないの、うん、
服着替える、服歯磨き、はあはあ、はあ、臭くないと思う。歯磨きしたっけ、したよ起きて、だから用意つかもう早くしてよ、うん、15分ならすぐやん。何の用意するの、シャワー浴びてくるの、知らんよそんなの。ガチ用意するってこと、お泊まり会ってこと、うん、お泊り会の準備ってこと、どういうこと、着替えるだけで、でもね、まあホットサンドを作ってあげたいけどね。いや断食は正直してるよ、うん、作るだけかもしれないな、うん。爪切らない、何のために爪切るのね、うん、すっぴんでも早くしてるよ、何でもいいから、ようわからん、もうすっぴんでも何でもいいよ、早く来てよ、寂しいから、うん、うん、エーデルハイム、うん、何で知ってるの、エーデルハイム、はあ、やっと展開が来たか、長かったわ。ただもうちょっとね、眠たいからね、もう配信ちょっと終わる、一回リスナーさん12時になったら、うん、ハムだけ、うん、できたらスカートにしてほしい、うん、スカート、面接じゃないからね、うん、何、うん、すぐ帰る、うん、ミニワンピでもいいよ、で素足にしてくれる、ちょっと素足、うん、生足希望、希望ね、うん、スウェットじゃない、ワンピの生足希望ね、何、何してますか、何これ、でも早くしろよ、ワンピでいいよ、何ですか、何してますか、え、どっから LINE 追加しました、ちなみに、なんか送られてきました、送られてきた、誰から、え、友達から、友達から、なんか電話しろって、電話しろ、その友達はどういう人、え、なんかゼロワンのファン、ゼロワンのファン、今から来る子じゃなくて、え、多分違うと思うんですけど、ゼロワンのファンから、うん、あの ちなみに君は俺のこと知ってるの、何回か見たことあります、あ、ふわっちの人、ふわっち、ふわっちで見てるんでしょ、何回か見たことあるって、あ、そう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 、ふわっちで今誰が推しなの、今ですか、うん、イキリストくんとか結構好きですね、ダメだよ、ハニートラップだわ、ダメだわ、キモ、
近寄るな、キモすぎるよ。私子供います。何もういてもいいよ。ハム届けてくれるだけでしょ。作られてるのかな、いろんなやつに。みんな、これこんなおちょくられるキャラだっけな。何？何ですか？嘘です、ゼロモンさんのファンです私。何歳なの？26です。会いたいの？会いたいです、うん。何、どこ住みなの？え、なんて言いました？どこ住みなの？静岡です。顔送って。え、今放送中ですか？うん、放送中だよ。え、顔送ってどうするんですか？俺が見るんだよ。え、見てどうするんですか？え、会いたいんでしょ。見て決めるんで。あ、会えるか会えないかみたいな。そりゃそうでしょ。会ってもらう立場ね、君。うん。うん。会ってあげる立場じゃないかな。確かに。え、ブサイクだったらどうするんですか。それはちょっと見てから決めるから送ってこいよ。歯がなかったりしたら前歯。だから知らんよそんなの。前歯がなくても可愛いなと思ったらそれいけるんだろうしね。うん。え、ゼロワンさんだけ見てんですか？俺だけで、見していいの？え、無理。うん、じゃあ俺だけ見るよ。で、歯がない仲間なの、もしかしてイキリストくん好きとか。いや、すいません、イキリストさんのこともあんまり知らないです。じゃあなんでイキリストのって名前出したの？え、なんか友達から聞いてたんで。その面白いよって。面白いの？イキリストって。え、わかんない。で、ファンの友達が電話してきたらいいんじゃない？実は自分さ、友達に電話しろって言われながらさ、うん、お前がファンで電話してんだろうかって。そうです。は？初めからいいよ、正直に。ゼロワン大好き。さっさと顔送ってこいよ。え、じゃあ送りますね。うん、送れよ、今。はい。じゃあな。ほら、どんどん LINE 来るんだけど、何これ。ナイス、増えてきてお願いします。ナイス、よかったら押してください。ちょっと一人で頑張ってるんでね、生涯孤独です。押してください。押したいよ、ありがとうございます。寂しい、一緒だね。ナイス、押してありがとうございます。押したいよ、ありがとうございます。
今車取りに行くから少し待ってください、駐車場まで。どういうことなの？もうあの風船投げなくていいから、とりあえず 家来てね、うん、で1番が空いてるから、1番じゃない、5番が空いてるから5番に止めて、108ピンポン押しな。違う？それでいいよ、うん、待ってるから。うん、で LINE も知らないもん、電話してみたらって。うん、毎日ナイス換金賞欲しい。解禁賞ね。何が欲しいの？うん、うん、電話画面しなければ。ハムで何作るの？あのさ、ホットサンドでどうやって作るの？日付変わった？